ダイスタジオにお客様をお迎えしています。本日東証マーザーズに新規上場しました証券コード四三七七ワンキャリアの代表取締役社長宮下隆さんにおいでいただきました。宮下さんおめでとうございます。ありがとうございます。えー、あ今日もう株価初値がつきましたね。えー、公開価格二千トンで九十円に対して二千五百円という初値がつきて、今もう順調に焼き台が進んでます。はい。 どんなお気持ちですか。そうですね。本当にあの投資家の方々にあのこうした評価をいただいてあの大変公平光栄ですし、あのまさに身が引き締まる思いと言いますか。うん、あのそういった形で思っております。あの市場関係者の皆様、あの本当にありがとうございます、えー。今日から上場企業となりました。はい。ワンキャリア。まあ人気のスタートを切ってますが、まあどんな会社なのか、はい、まず自己紹介をお願いしましょうか。はい、はい。ありがとうございます。 我々の2015年に創業しまして、一貫して H.R. 領域であのビジネスを行っております。であの人の数だけキャリアを作るということをあのミッションに掲げているんですけれども、あのもとある課題感としましては、H.R. マーケットにデータがないというところから来ています。具体的にはやはり人生で最も時間をかけるあの仕事に対して意思決定に至るようなあのデータが少ないと。 といいうことを考えていますそうしたところからあの HR マーケットの中でデータを集めるということをやっているんですけれども我々これはあのキャリアデータという,ふうに呼んでおりますでキャリアデータとは何なのかというところなんですけれどもあの我々今新卒採用の領域であのメインでビジネスを行っているんですけれども例えばあの学生の方々がトヨタさんに行きたいとかっていう時に、まあ、いつそのトヨタさんの選考が始まるのかとか選考内容ではどういったことを聞かれるのか。 何回面接があるのかで実際にどういうふうに皆さんがお答えしているのかで最終的にまあ内定に至る時にあのどういった方々が実際に内定しているのかといったそういった選考のプロセス、まあ、就職に至るまでのプロセスというのをデータ化しておりますで中途採用に関しましてもあの同様で2社目3社目と皆さんがどういったところに転職されていくのかでその過程でどういった企業を受けられていたのかといったこういったデータを総称してキャリアデータと呼んでおります。で今あの まあこういったビジネスをやってるんですけれども実際にあのサービスとしましては3つやっておりまして1つ目が採用 DX 支援をする人事向けの採用クラウドこれがワンキャリアクラウドというものです2つ目が新卒採用向けのメディアこちらのワンキャリアという会社名と同じメディアでやっておりますで3つ目が中途採用向けのメディアこちらはワンキャリアプラスという名前で今年の6月にサービスをローンチしたばかりのものになっています ええー、三つのサービスを提供なさっているということですけども。はい、あの核となるのは、はい、先ほど出てましたキャリアデータということ。ですねそうですね。もう少し具体的にお話をいただきますか、はい。はい、ありがとうございます。あの、これまで、やはり日本の就職活動っていうのは、えー、基本的に、まあ、新卒で。えー、あの、ご入社された方が、その会社の中でキャリアを歩んでいくという、うん、ものなんですけれども。あの、まあ、昨今ですと、やはり転職が当たり前になって、うんうん、皆さん、えっ、ー、と。し 最初に就職する際にも次どこに行くのかっていうあのセカンドキャリアを見据えながら皆さん転職活動、うん、あの就職活動というのをされてるんですけども、うん、そういった、まあ、キャリアっていうのを連綿と一つのものとして捉えた、うん、えときに自分がどういうキャリアを作っていくのかこれを明らかにするようなこれまで HR の会社にしかなかったような情報を公開したものこれがキャリアデータとー、えー、今まではなかなか求職者も得ることができなかったようなデータ、はい が、御社のサイトリスト取れると、はいあえー。それが一つの,この、この間の成長の鍵になっているわけなんでしょうね。はい、これがあ数字を持ってきていただきました。えー、過去三期間の実績と、はい、今、二十一年十二月期の売上高の予想がここに入っています。過去三期間が。

い、まあ、よいよ,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 よ収穫期に入りそうですね、やはりあの広告宣伝費なども<っ>あのかけずに今、事業成長があの見込めているというのが<っ>あの大きなところでして、はい、そういったところからあの営業利益が今期からあの出ているというような状況ですわか,、はい、かりました、そのお成長の、まあ、背景にあります本、はい、社のビジネスモデルの特徴と強み、はい、改めてせ整理していただけますでしょうか。はいいありがとうございます あの強みに関しましてはあの今回3つスライドを持ってきてるんですけれどもまず1つ目がこの先ほどもちょっとお伝えしたキャリアデータこれをえ1万社以上あの保有しているというのがあの一番の強みだと思っております。で今えと新卒で大体採用活動されてる企業様っていうのがまあ3から5万社ぐらいあの年度によって違うんですけどもいらっしゃるというふうに言われてるんですがそのうち1万社の、えー 本当に細かい先ほど申し上げたような面接の内容ですとか、うん、昨今ですとインターンシップなどがあのかなり主流になってきていますので、うん、そういった内容とかっていうのを事細かにあの詳細に持っているというのが我々の一番の強みだと思っております、うん。でこうしたデータをまあ世の中で公開したことによって、うん、あの求職者のユーザーの方々からあのたくさんの指示をいただいております。その指示の状況でですすねはいでまず左側になるんですけれども、はい まあ、大学生の方々が1年を通して最も利用した就職サイトという調査があるんですけれどもこちらで、えー、昨年あ今年ですねリクルートさんの「リクナ,リクリクナビ」を抜いて今、うん、あのマイナビさん次2位というところまで<お>あの評価をいただけるようになってきましたで実際に使っていただいている大学生の方々今あの1年で就職される方っていうのは大体51.4万人いらっしゃるんですけれども<お>そのうち54.5%の あの利用率を誇っていると、いうのが、あのこちらが二つ目の強みかなと思っております。就活なさっている卒業生の54、五十四パーセントはワンキャリアを使っていると。い。うことですね。はい。そ,、ねはいはい、そして、もう一点。はい。 まあこちらのお客様の,あの一覧なんですけれどもあの一部抜粋してあの記載してて記載おりますでこれまであの累計でお取り引きさせていただいた企業様というのが782社いらっしゃるんですけれども特徴はやはり各業界のトップティア企業をあの使っていただいているというのがあの特徴でしてやはりあの昨今ですと採用が高度化多様化していますので我々のデータの重要性っていうのをあの認識して,してくださってあのご利用いただいているのかなというふうに思っております。 まあ先ほどまではそのユーザー、転職者のお話でしたんですけれどもこれは企業のほね、はい、採用される企業の方の実績が782社。はいあ すごい、えー、ビッグネームが並んでますね。はい、もうありがたいことに、はい、あの、えー、長くお付き合いさせていただいております。ああ、やっぱり大手企業ほど就職かあなん求職活動就職、はい、新入社員を取るというそこそういう活動に対してやっぱりそれだけ自覚的だから、はい、ということなんでしょうかね。そうですね。やはりあの、えー、新しいことをどんどん取り組んでいくんですとか、えーえー、やはりあの昨今ですとあの ソフトウェアに皆さん注力されていますので、ええええ、情報系の学生さんをどう取ったらいいのかとか、ね、そういったところで我々のデータをあのたくさん使っていただいているというところがあ,のあると思いいまますはい、分かりました、えー、その強みを踏まえて、はい、今後の成長戦略ですねどんなふうに考えていらっしゃるのか成長戦略につきましてもあの3つございますまず1つ目が、えー、契約数の拡大で2つ目が受注単価の向上 で3つ目が、えー、事業領域の拡大となるんですけれども、まあ、1つ目の,事業あの契約数の拡大につきましてはあの、まあ、我々のお客様、大中小と採用人数ごとにちょっとあのセグメントを分けているんですけれども、うん、採用人数51名以上の,あの企業様で22.2%の利用を誇っているんですがあのこの領域でもまだまだあのお客様というのを拡大できると思っていますし今後、中規模、小規模の,あのお客様にもあのより利用を拡大できるというふうに考えています。 2つ目は、まあ、あの我々商品をどんどん増やしていくことでより利便性の高いサービスっていうにしていく、えー、とつもりです。これによって、まあ、同時にアップセルも実現していくと。3つ目の事業領域に関しましてはあの新卒メインでやってたんですけれども、えー、中途に今回あの今年展開しまして今後はアルバイト研修などの 人材領域、他のところにも展開しますしその他の領域、まあ、これはあの教育とかが分かりやすいんですけれどもどこに就職するかが分かれば、まあ、教育方針も変わってくるというところで、うん、あの人材以外の領域にもあの展開というのを見込んでいきたいと思っておりますお人材以外の領域にも、はい、手を広げていきたいということですね。はいあのー 今売上高はまだええ三十いや十八億円程度二十、はい、億円弱なんですけれども、はい、マーケットというのはどのぐらいあるんですか。あありがとうございます。あの新卒採用のマーケットに関しましてはええ一千二百億円のマーケットがございます。えー、でそのうち八百億円があの求人のマーケットですので、えー、我々まずそこをメインで今あの取っていっているというような状況です。まだまだ、えー、あのえー。 マーケットは広いですね。そうですね。人材全体ですと6.5兆円なので、うんええ、あのまだまだあの成長していけるというふうに考えております。すはい。わかりました。えー、最後に、はい、今番組を見ていただいてます、はい、投資家株主の皆さんに、はい、メッセージを送っていただけますか。はい、こちらのカメラから。はい、お願いいたします。えー、本日上場しました、えー、株式会社ワンキャリア代表取締役社長の、えー、宮下と申します。えー、まあ我々これまであのー。 HR マーケットにデータがないという課題感から一貫して事業を行ってきたんですけれどもそういった課題感に共感してサービスをご利用いただいていたお客様ユーザー様そしてステークホルダーの皆様にまずお礼を申し上げたいと思いますありがとうございます今後につきましては社会の後期としての責任をしっかり果たしながら人の数だけキャリアを作るというミッションにより邁進していきたいと思っております 投資家の皆さんともしっかり対話をさせていただきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い,いたします、まあえー、データの重要性を分かってらっしゃる、えー、宮下社長は理,理系のご出身なんですねあそうですね、役員の方も皆さん、理系が多いそうですね、ほとんどまあ理系出身のメンバーが多くなってます。 HR 市場でそのデータの重要性を改めて認識させると、はい、これは一つのミッションかもしれませんねそうですね,ねあの取り組んでいきたいと思いますわかりました、えー、本日東証マザーズに新規上場しましたあワンキャリアの代表取締役社長宮下隆さんにおいでいただきました宮下さんどうもありがとうございましたありがとうございました